ロッキーズ戦に3番中堅で出場。初回に逆転2ラン。ヤンキースロッキーズ、日時間26日ニューヨークヤンキースのアーロン・ジャッジ、外野手は25日、日時間26日、4どころち、ロッキーズ戦で2戦ぶり50号にランを放った。50塁打は自身3度目、今季メジャー最速で到達し、シーズン61発ペースとなった。この日、3番、中堅で出場。1点を追う。初回自身一塁の第1打席で、コンバーンの低めチェンジアップを捉えた。バックスクリーンへ、打球速度 106.7 マイル、約 171.7 キロ、飛距離431フィート、約 131.4 メートルの一発。4どころ地が騒然となった。直近10試合で8塁打の大暴れ。出場129試合目での50塁打到達は2022年の125試合に次ぎ、自身2番目の速さ。2022年に自身が打ち立てたア・リーグ記録の62塁打も狙える位置にいる。打点も121打点とし、シーズン149ペースとした。フルカウント編集部。